で、今回お話しする、ものとして、ウェブ広告っていうふうな、枠組みで、話をさせていただいていただくんですけど、まあ、前半部分では、ウェブ広告で、まあ、そもそも、土台として、まあ、気をつけた方がいいポイントといったところを中心に話をさせていただきまして、まあ、その後にリスティングの方で、やった方が押さえておくポイントですね。まあ結構ミスをしやすいポイントとか、そういったところをお話をさせていただければなというふうに思っております。で、そもそもの話なんですけど、まあウェブ広告で正解ってあるのかっていうふうな、ところなんですけど、実際まあ運用していって、いろいろ試行錯誤して、まあ運用するというふうなところが、ウェブ広告、まあ運用型広告に、受ける、まあオーソドックスな、ものになるので、運用型広告に、まあ正解はありませんと。まあ、ただ、正解を出すためには最低限、まあ、抑えておくポイントがありますよというふうなところなので、まあ、そこの部分について、まあ、まずはご紹介させていただければと思っております。で、まず最低限抑えておくポイントとは、まあ、どういったものなのかというふうな、ところなんですが、まず、挙げればキリがないんですけど、今回に関しては、ここの5つを、挙げております。まず、ターゲットユーザーを決めましょう。で、ウェブ広告の媒体の特性を理解しましょう。で、広告配信の目的を明確にしましょう。で、数値目標を立てましょう。あとは、サイトのユーザビリティを見直しましょうと。実際に、弊社の方で、まあ、数多くの、ウェブ広告の相談を受けたりはするんですけど、こういったところが、まあ、結構、決まってなくて、ウェブ広告をやりたいみたいな、そういった相談も、受けたりはしております。まあ、そういった時に、ヒアリングをする時に、まあ、こういったターゲットユーザーであったりとか、媒体特性とか、まあ、そういったところも、お話をさせていただいた上で、まあ、弊社の方では基本的に、案件をお受けしているというふうな、ところになっております。で、まず、ターゲットユーザーを決めていきましょうというふうな、ところなんですけど、まあ、やはり、まあ、基本的なこととして、まあ、商品を提供する上で、ターゲットユーザーを、決めないと、まあ、いけませんよというようなところなんですけど、ターゲットユーザーを決める、決めないと、まあ、どういった、形になるのかというふうなところですね。大きく3つの、ものがあるかなと思っております。まずは、どういった層にニーズがあるのかの特定が難しい。まあ、これは、ターゲットユーザーを決めていかないと、実際に広告を配信したときに、そのターゲットユーザーを想定して広告を配信すると思うんですね。例えば、ターゲット設定であったりとか、あとはクリエイティブ、バナーであったりとか、広告文、まあ、そういったところで、どういった層に対して、こういったそうなので、こういった、クリエイティブで訴求をしていきたいとか、まあ、そういったところがあると思うんですけど、そういった、まずターゲットユーザーを決めていかないと、どの層にどういったクリエイティブがヒットしたとか、あとは、どの層が、実際にヒットしなかったっていうふうな、仮説検証がまあやりにくいかなというふうに思っております。で、次に狭い領域で、まあ、PR に狭い領域での PR になりやすいので、まあ、売上を増やしにくい。まあ、これはどういったことなのかというと、基本的に広告運用を、やるにあたって、まあ、コンバージョンを求めて、広告運用をされる方、まあ、される企業様っていうのが、まあ、多いかなというふうに、思っています。で、コンバージョンに対して、まあ、獲得しやすい、広告を配信するとなれば、どういうふうな形が一番効率的なのかというと、まあ、その商品名であったりとか、その商品に近いキーワードに対して、広告配信をするとか、そういうふうな、ところになりやすいかなと。そうすると、潜在的な、ユーザーに対しての、配信ができないというふうな、ところに陥りやすくて、狭い商圏だけでの、広告配信にとどまってしまいやすいと。そうすると、実際はこういったユーザーにも、広告配信すれば売り上げ上がるのに、みたいなところがあるかもしれないんですけど、そういった可能性を潰してしまうっていうふうな、ところになりやすいかなと。なので、まあ、狭い領域での、PR になりやすいといったところで、広告を配信するにあたっては、まあ、いくつかのターゲットユーザーを決めて、まあ、そのターゲットごとに
どれが一番効率的なのかっていうふうなところの検証をしていく必要があります。なので、狭い領域になりやすいといったところを、解消するためにも、ターゲットユーザー、こういったユーザーに対して、販売していきたい。そういった仮説検証をするためにも、ターゲットユーザーをいくつか決めておく必要があるかなというふうなところになります。次に、ユーザーの気持ちを無視した、広告になりやすいというふうなところなんですけど、ここに関しては、ターゲットユーザーが決まっていないと、どういったメッセージを出せばいいのかっていうのが分かりにくいというふうな、形になります。そうすると、結局のところ、ユーザー目線を無視した PR になりやすいので、ユーザーから嫌われるという、そういった悪循環に陥りやすいかなというふうな、ところになります。結局、ユーザー目線で、クリエイティブを考えて、そのクリエイティブ、ユーザーが、いいなと思ったら、クリエイティブで訴求をしないと、実際の、売上アップにはつながりにくいですよというふうなところですね。なので、ターゲットユーザーを決めるにあたっては、ペルソナをいくつか、設定してターゲットの仮説を立てていくといったところの、必要があるかなと思っています。で、それぞれの、ペルソナ設定で一番重要なのはどういったことなのかというと、それぞれのペルソナで、設定した架空の人物になりきるといったところが、非常に重要かなと。こういったユーザーであれば、例えばこういったユーザーであればこういったキーワードで検索するであろうとか、あとはこういったユーザーであれば、こういったサイトをよく見るであろうとか、こういった、メディアをよく使ってるであろうとか、そういうふうな、形の、第三者視点でコンバージョンに至りやすそうかどうかっていったところの動線を、行う必要が、気持ちになりきって、コンバージョンに至りそうかどうかの動線確認といったところを行う必要があるかなとは思っています。逆に、こういった仮説を立てないと、どういったユーザーに対してヒットする、クリエイティブなのかという広告のバナーとか広告文、そういったところの、決めるにあたって結構、ヒットしにくいというか、他の、企業と同じような、一般的な、広告になりやすいので、そういうふうな形になると、クリック率も上がりにくいですし、あとは、実際のコンバージョンにも、至りにくいケースもあるのかなとは思っています。はい。で次に、ウェブ媒体の、特性を理解しましょうということなんですけど、弊社の方でも一例として扱っている媒体の方を投げて、掲載させていただいておりますが、いろいろな媒体というふうなものがあって、こういったところに対して媒体特性を理解せずに闇雲に配信すると、コストだけがかかってしまうというふうなところにもあります。例えば、これらの媒体であれば、Google、Yahoo とかであれば、検索連動型というふうな形。ここはバナーも使えたりしますけど、検索を重視した PR をしたい場合とか、あとは Facebook であれば年齢層が比較的高めの SNS メディアなので、そういったユーザー層に集客したいというふうな時には Facebook を使うとか、あとは最近だとインスタの方もユーザー数が増えてきて、ここは世界観が非常に重要なので、クリエイティブの質といったところで問われるとか、あとはいろいろな話題を拡散したいというふうなところであれば、ツイッターとか、最近伸びてきているものとしては、10代、20代のユーザーが、多い、TikTok とか、それぞれ媒体ごとに、特性が、異なるので、どういった、ユーザーをターゲットにしたいのかというふうなところで、広告媒体を選ぶことが、非常に重要かなと。あとは、インスタとかであれば世界観とかが非常に重要だったりするので、そういった世界観を重視するような、商品とかであればインスタで配信したりとか、そういうふうなところもあるかなと思っております。で、実際、媒体ごとの特性というふうな、形で、記載をさせていただいているんですけど、実際媒体を選ぶにあたって、どういうふうな、ポイントで、選べばいいのかなというふうな、ところなんですが、
大きく3つの方を挙げています。1つは広告媒体のユーザー層が見込み顧客とマッチしているかどうかというふうなところですね。商品によっては、検索の需要が、検索で、効果が高いものであったりとか、検索だと効果がないものっていうのもあります。検索で効果がない、商品、まあ、サービスとなると、まあ、基本的には、世間的な認知度が、低い商品とかサービス、そういったものは、検索広告だと、そもそも検索されないというふうなところがあるので、まあ、非常に相性が悪いというふうな、ところがあります。であれば、そこのサービスの認知といったところに関して言うと、検索以外の、媒体を選ぶ必要がある。まあ、LINE であったりとか、Facebook、Insta、Twitter とか、まあ、そういうふうなところを選ぶ必要があるかなといったところです。あとはどんなターゲティングができるのかというふうなところも、非常に重要になります。こういったターゲットに対して、ペルソナに設定したターゲットに対して配信をしたいんだけれども、実際媒体の方で、調べたところ、このターゲット配信はできませんみたいな、そういったところは結構あります。Facebook とかであれば比較的細かく、ターゲット設定ができたりしますけど、LINE は、まあ、結構、ターゲット設定が大雑把だったりとか、まあ、そういうふうな媒体ごとの特性があるので、そういった特性を一つの媒体選びの判断材料にしないといけないかなとか。あとは最近、SNS でも、Google とかでもそうなんですけど、ユーザーデータをアップロードすることができたりして、そういったところの、そういった機能があるのかどうかであったりとか、実際そのユーザーデータをアップロードするための母数があるかとか、そういったところも媒体選びの一つの基準になるかなと思います。あとは目的達成に有効な手段かどうかって形ですね。でこれは、広告の目的っていろいろあると思うんですけど、例えばコンバージョンを獲得したいであったりとか、あとはサイトの誘導数、サイトの閲覧数を、増やしたいであったりとか、あとはブランディングといったところで自社のサービスの認知度を上げたいであったりとか、そういうふうなところで、そういうふうな目的に対して有効かどうかというのは非常に重要だと思います。例えば、コンバージョンとかであれば、検索というふうな手段が、一番自分から、明確に、ものを探している人に対して配信することができるので、一番良さそうであったりとか、あとはブランディングであれば、動画の方がインパクトがあるので、動画で、配信ができる媒体かどうかとか、そういうふうな、ところで、実際、こういった目的のために、広告配信したいといったときに、有効な手段かどうか、有効な媒体かどうかで選ぶ必要があると思います。はい。広告も専門家じゃないのかと思われたかと思います。ここがポイントとか。というふうに書いてるんですけれども、私、広告の専門家ではありません。広告のセミナーに、しかもですね、こういう結構 大きな場に立たせていただいているのもどうかなとは思うんですけれども、広告の専門家ではなく、広告自動化ツール白船とウェブ解析士なので、こうですね、マーケティング全体のことを考えたり提案したりとか、あとはデータ見て、今こういう状況だな、ああいう状況だなっていうのをこう確認しながら、どんどんこうマーケティングの成果を出すお手伝いをする専門家ではあります。なので皆さんとちょっと近い立場かもしれないですね。広告は専門じゃないよって、でも白船と自分の専門スキル組み合わせながらお客さんに、価値を提供している立場です。すみません、ちょっとなんか、ネタバレですとかってすごくこうなんかそれっぽいこと言いましたが、これがネタバレでございます。はい。で今までの広告というのは専門家に依頼をする、であとは自分で勉強をする、この2択です。で、コスパが悪いというふうに書きましたが、やはり自分で勉強するっていうのはすごくこうコストパフォーマンスが悪いというか、沖縄の方、事業者さんが多いということなので、やはり社長は社長の仕事に専念すべきだと私は思っています。なので専門家じゃない人が自分で勉強して何かやるっていうのはなかなかこう難しいんじゃないのかなと思っております。で今日はこの話をします。
専門家に依頼するっていうのがまず第3の選択肢ですね。私は専門家に依頼するっていうのもおすすめです。それと同じくらい文明の利器を使うっていうのがおすすめしております。これですね、ウェブのことなのでなんかごちゃごちゃっていろいろ考えるかと思うんですけど、他の業界もしくはこれまでのビジネスの歴史とかを考えると結構当たり前のことでして、今までおいしいご飯っていうのは多分料理上手な人とか料理上手な、職人さん、レストランのなんですかね、店長さんのところでしか食べれなかったんですけれども、今ファミレスに行ったらですよ、こうどの店舗に行っても業務用のこうお肉とかがあって、それをこうグリルでピンチンって焼いたらこうすごく美味しいのが出てきますよね。テレビとかもそうで、今まではテレビに出るってすごい大変だったことかもしれないですけど、今はこうパソコンとカメラがあったら YouTube で配信したりとかもできますよね。もっと言ったらパソコンなんかも一昔前は高級品だったかもしれないですけども、まあ、今こうやって皆さん見てるように一般の方でも使えるようになってきていると。なので広告に関しては本当に一部の専門家とその方にしっかり予算を払えるっていう、ある程度予算のある人たちが使えるものだったのが、広告もですね、こういう自動化ツールが、リリースされまして、まあ、一般の方にも使いやすくなっているのかなというふうに思っております。で、私も、そうで、広告の専門家ではないですけれども、ツールと自分のウェブ解析士としてのスキルを組み合わせることでお客さんにも、もうしっかり、価値を、提供できるように、なっておりまして、まあ、それでこう事業化をしております。はい。で、白金で広告出稿ってどうやるのってことだと思うんですけれども、まあ簡単です。広告出稿は URL 登録しますと。まあ、広告なので、その、PR するホームページってありますよね。その URL を登録しますと。キーワードを選定します。広告文を書く。こればかりは正直、ライティング力っていうのはいるとは思うんですけれども、まあ、ここはこうですね、皆さん頑張っていただいて。あとは、そしたらシステムに任せる。もう本当これだけです。システムが自動で運用してくれます。出稿後は白船の指示に従って改善する。これ止めてくださいとか、これ除外してくださいとか、いろいろこうアドバイスが来るので、それでこう手入れをしていく。コピーをひたすら改善する。ですね。これに関して私の実感なんですけども、広告文のコピーってめちゃくちゃ大事だなと思っておりまして、クリックして、その後ホームページを見るわけじゃないですか、LP とか。その時に、なんとなくクリックをしたホームページ、クリックをして見るホームページと、あ、この商品は自分の商品サービスは自分にぴったりと合っているなと思って、興味を持ってですね、クリックした後だと、読んでくれるこう文字の量であったり、あとは、まあ、コンバージョン、お問い合わせにつながる率が全然違うなと、同じ LP の品質、どちらの LP の品質もしっかり高かったとしても、広告文でその LP の品質を、まあ、生かすも殺すもではないですけれども、すごく変わるなという印象があります。で、その後は LP をひたすら改善する。です。なので、広告に関してというよりは、コピーとか LP とか、まあ、に専念。するというのが、白船を使った広告運用の流れになります。で、具体的にシステムが得意な仕事はシステムに任せましょうと、先ほどですね、三好さんから教えていただきましたマッチタイプとか、あとはですね、入札の調整ですね、例えばどうでしょう、沖縄スポーツクラブとかで、広告入れた時に1クリック100円がいいのかなとか、いやこれ多少高くてもお問い合わせが多いから150円まで出そうかなとか、なんかですね、いやいやこれ多少下げてもお問い合わせ来るから、じゃあやっぱり80円にしようかなとか、部分位置がいいかなとか、そういったですね、こう細かいところはシステムが自動でやってくれます。あとはですね、 Google さんがこんな感じで出してくださいねっていう最適化っていうのがあるんですけども、これも勝手にやってくれます。私はどうやったら最適化になるか正直よく分かっておりません。あとですね、 Google 広告とか Yahoo の広告とか管理画面見られたことある
方いらっしゃいますでしょうか。あのマーケッター側、ウェブ制作者さん側はこう見たことある方もいると思うんですけれども、まあ、そうではない別の、分野が本業であるこう社長の皆さんとかだと結構難しいんじゃないかなと思っております。もうそれも結構当たり前というか、私もあの画面見てうげーって正直思います。難しいな、ちょっと、これはやっぱり専門の方にお任せした方がいいなって常々思っておりました。これがですね、不要になります。で、まあ論より証拠ではないですけれども、ちょっとデモやりますと。第1章では新規顧客の重要性と、あとは2章では SNS 広告で獲得する手法の紹介、あとは3章で無料のアカウントで囲い込みをする方法ですね。こちらについて話していきます。では、新規顧客の重要性、こちら第1章ですね。リピーターがいれば新規いらないかっていうとそうではないですよっていうところですね。でここではですね、もう皆さん今回受講されている方には、釈迦に説法になってしまうんですけども、もう釈迦説タイムということでお付き合いいただければなというふうに思っております。こちらですね、パレートの法則って言っても8対2の法則とか言われたりもするので、皆さん聞かれたことあるかと思うんですけども、売上の大多数は一部の顧客が握ってますよっていうところで、やっぱりこれほど大きな割合にはならないかもしれないですけども、やっぱり重要なのは常連のお客様であったり、一部の顧客で、小売店ではリピーターの方とかが重要ですよっていう話ですね。でですね、初回から3回目までに心をつかむっていうのが非常に重要ですってところで、このグラフは来店の回数のどれぐらいの率で来店してくれるかっていうところで、一番左は初回から2回目に来店する率って 10.6 なので、10人来たら1人だけ来てくれるみたいな。でもその1人が2回目から3回目になるときに3人ぐらいは来てくれると、30% ぐらいの割合で来てくれると。で、3回から4回になってくると 50% って形で、どんどんエンゲージメントって形で、何ですかね、愛着が強まってくると、来店のきっかけというか回数っていうのは増えていきますよっていうところなんですけども、なので、重要なのはリピーターですよねというのは当然なんですが、これですね、簡単な表にしてみました。こういった形で初回から10回目という形でどんどん人数は減っていくんですが、初回来店数は1万人だった時の数値推移です。これ何が言いたいかっていうところで言うと、こちらのスライドで、やはりリピーターって非常に大事なんですけれども、毎日常連だけで満席というお店とかでなければ、ほとんどのお店ではやっぱり定期的な新規顧客を集客する仕組みっていうのが必要になってきますと。というところで、今回の集客、新規の集客についてお話ができればなと思います。新規の集客に関しては、オフラインとオンラインがあって、オフラインはチラシ、口コミなどの手段があるんですが、今回はですね、オンラインでの集客の話になります。で、オンライン。に関しては無料と有料っていうのがありまして、無料だと食べログみたいな形で自然に乗ったりみたいなところも、有料の方法もあるんですけども、他には Google マイビジネスっていうようなものであったり、あとは SNS の公式アカウントの運用みたいなところがあるんですけれども、基本的にはアカウントのフォロワー数などに、影響度が依存しちゃいます。なのでフォロワー数を増やすには更新頻度などの運用が必要ですと。なので今までやってない方に関しては、有料の広告であれば手っ取り早くフォロワーを増やすことはできますよというところですね。でですね、こちらですね、GA とかで、たまに見かけるチャンネルの割合だったりするんですけど、新規策を打ってないともう有料広告で、集めてしまう以外ないですよみたいなパターンって結構ざらにあるんですね。なので有料っていうのも手っ取り早いんですが、最終的にはやっぱり無料がいいじゃないですか。なので無料の動線っていうのは非常に重要になってくるんですが、とはいえ最初の何ですかね、ブーストといいますか起爆剤として有料
で人を集めて、そこから無料で囲い込みをしていきましょうねっていうのが今回の趣旨になっております。なので今第1章、まあ、序章ですね、まとめなんですけども、リピーターは大事なんですけど新規大事ですよねと。で、まあ、無料と有料が集客にあるんですけども、無料の集客は日々のアカウント運用だったり工夫っていうのが必要です。なので、まあ、無料を集めたいんですけど、まずは有料で集める、でその後に無料で、集客比率を高めていきましょうというところですね。では第2章で、実際に集め方の方に入っていきます。 SNS ごとの特徴で、こちらの三好さんのパートでも話されたところがあるんですが、まあ、一括りに SNS って言っても活用のシーンとかスタンスっていうのがまた異なります。まあ、例えば Facebook ですね、本名登録が基本になっていて、まあ、気持ちやっぱりオフィシャル感とか、あとはなんか平日に使いますよとか、例えば何かしらイベントやりますよとか、なんかライフイベントでいいことありましたよとかいう形で、まあ、活用でなんかよく広告としてもハマりやすいところで言うと B2B であったり、あとはまあ習い事、英会話とかですかね、あとは金融みたいなところも割と相性はいいですね。でインスタグラムに関しては、まあ、割と本名というか、まあ、Facebook と同じような友達とつながりやすいというところがあるんですが、まあ、非日常ですね。こちらのセール、まあ、インスタ映えというようなところで、写真映えするようなところですね。なので、まあ、週末であったり、休暇での利用シーンというのが多いなというところがありますと。なので、企業の活用方法としましても、やっぱり非日常であったり、週末休暇っていうところで、まあ、グルメ、旅行、あとはアパレル、あとは、まあ、ペットとかに関してもそうですかね。こういったところがハマりやすいっていう特徴があります。で、ツイッターに関しては、まあ、匿名でもいいですよっていうところで、本音が出やすいですと。で、その分何かバズりやすかったり、まあ気軽に何ですかね、閲覧だけするでもいいですし、まあ気軽な投稿もしやすいと。っていうところもあるので、空き時間いつでもっていう形なので、まあ新商品の PR とかでバズってみたり、あとはアンケートであったり、あとはカスタマーサポートみたいな形で新商品の設計であったり、満足度の調査みたいな使い方をする企業も多いですと。で、LINE に関して、なんですけども、こちら基本友達ですね。なので、まあ、LINE でトークするようなところが多いんですけども、まあ、タイムラインを使う割合も割と多くてですね、まあ、もう本当に使い方はプライベートですね。なので、ちょっと油断してるといいますか、まあ、企業の活用方法としましても、まあ、クーポンであったり、新商品という形で、何ですかね、Facebook とかインスタで、例えば牛丼の割引ゲットしましたみたいなのって、あんまりなんか、いいねとかしづらいと思うんですけど、LINE とかだと割となんかそこら辺って使いやすかったりするみたいなところがあったりしますと。で、使い分けはざっくりなんか、まあ主観もタブに入ってますけど、こういった形で、まあ友達とかフォロワーとか集めた後にプッシュ通知ができるっていうのは、まあ能動的に連絡というのは LINE だけ、まあ厳密には他にも方法はあるんですけども、まあプッシュ通知って言ったところに関しては LINE がまあ特徴的な機能になるかなというふうに思ってあります。はい、ということで LINE 広告 の、 概要を今から説明していくんですが、まあ、LINE って何なのっていうと、まあ、国内で8800万人ですね、失礼しました、っていうふうに使っているので圧倒的に使われているアプリですよと。で、 DAU とか DAU って言ったりするんですが、デイリーアクティブユーザーっていう形で、毎日インストールしているだけじゃなくて使うアプリとしては非常に多いアプリですと。まあ、ある調査機関とかで調べると、1日で使うアプリって大体平均10個以内っていうところがあるので、新しく自社のアプリを使うというよりかは、使われるアプリの中でいかに見られるか、使われるアプリの中で、集客を試みるかっていうのが非常に重要になってくるので、そういう意味でこういった SNS を使うっていうのは重要になってきます。で、LINE 広告ってどういうところで、まあ、なんか広告出せるのかっていうと、大きく3つの構成になってます。で、左側から配信面、どこに出るのかっていうのと、クリエイティブ、どんな広告出るのか。で、あとはターゲティングってところで、まあ、誰に対して出すのかっていうところで、
これは LINE に限らず、Google、Yahoo、Facebook などに関しても同じなので、このメントン、クリエイティブとターゲティングの構成ですよっていうのは覚えていただければなと思います。で、まあ、1つ目の面に関してなんですが、まあ、実際に LINE を開いてみると、いろんなところに広告であったり、AD で AD って書いてあるようなクリエイティブを見ることができると思うので、まあ、大体そういった主要な面に出てますよっていうところですね。で、まあ、実際提案するときにも、まあ、どういうところなのかっていうのは、まあ、見てみるといいと思います。はい。で、クリエイティブに関しては、サイズの規定とか、あとは、その他、こういう局部を写したいけないんですよ、みたいな、規約、規定っていうのがあるので、詳細に関しては、また別途資料をお送りしますが、この右下にある規定をご確認ください。まあ、サイズなどで、注意が必要だったりします。動画に関しても同様ですね。まあ、配信面によって、この縦横比率っていうのは違うので、まあ、そこら辺は、何ですかね、この、右側で見ていただくとわかるんですけども、バツッと切られちゃったりっていうところがあるので、文字を入れる場合とかは、できるだけ中央に入れておくとかいうのが、まあ、一つのコツだったりはしますと。で、誰に出すのかっていうターゲティングっていうところなんですけども、本来課金形態であったりターゲティング方法というのはたくさんあるんですけど、まあ、今回はですね、CPF という形でコストパーフレンド、友達追加時に課金しますよって言ったところでの事例をご紹介していきますと。広告員を今日3人の素晴らしい方のお話がありましたけどね、私のね、勝手な、もう独断と偏見でいう広告運用、皆さんね、これで面白いなと思った方もいると思うんですね。どんな人が向いてるかっていう僕の感覚はこれです。ギャンブラーですね。だからこうね、お金を投資して、それでこう、リバレッジを効かせることに対して、やっぱりね、面白いと思える人は広告運用、向いてると思います。例えばですね、アナグラムという有名なリスティングの、まあ、素晴らしい方いらっしゃるんですけど、あの方ね、学生時代とか若い頃はプロ雀士を目指したんですね。で、スワンコ短期を上がられてですね、それで俺向いてないと思って辞めたらしいって噂を聞いてるんですけど、そういうですね、方はすごい向いてる。で、僕どうかっていうと、ギャンブル全然ダメで、もうね、ビビっちゃうんですよね。なんかこう、だから、まあ、解析が向いてるわけですよ。数字見てから何かするのが向いてるんで、僕はね、全く逆のタイプなんですけど、そういう方はぜひね、チャレンジしてみたらいいと思います。そしてね、この運用型広告ってここ最近大きな変化があって、ぜひね、最近のトレンド見てほしいんですね。何が違ってきてるかっていうとですね、 AI に任せる時代なんですね。つまり昔はですね、運用型広告っていろんな細かいノウハウがあったんです。もう1ワード1ワード全部入力しておいてですね、グループ作っとかなきゃいけないとかあったんですけど、ああいうことやると逆に怒られちゃうんですね。要はより良い成果を上げたかったら AI がちゃんと最適化してくれるから、あんまりいじるなって言われてます。ただですね、一つはっきり言うことがあって、まあ、いろいろと今回は6回やったわけですよ、ずっと。でね、私、運用型広告のですね、有名な会社のですね、方が、社長がおっしゃってること、僕、本当正しいなと思ってて、つまりこのリスティング広告とかって、やっぱり最強なんですよね。何が言えるかというと、要は結局、リスティング広告を打っても、売れない商品は何やっても売れないです。これは間違いなく言えることで、要は SNS ですげえ売れるけど、運用型広告ってさっぱりだってことは聞いたことなくて、要は運用型広告で売れないってことは、多分その商品がもうどうしようもないか、あるいはそのサイトがどうしようもないか。なんで、そういうある意味究極な方法であるんですよね。もし皆さんがウェブでちゃんと売り上げ上げていこうとするならば、運用型広告で成果上がってなかったら、多分何やってもダメ。なぐらい究極な方法だなということは、僕もそう思うし、多分それは真実じゃないかなと思っています。とかね。みんなの一般的に見たら似たような業種に見えるかもしれませんけど、まあ、全然違うわけですね。 SEO の専門家とリスティング広告の専門家は全然違います。これもね、我々から見たら常識なんですけど、業界から見たらね、でも多分この業界じゃない人はそれって違うのってぐらい世界だと思うんですよね。そのぐらい専門家になってて職人的だったわけです。それぞれの分野に関する専門的知識あるけども、全部統合した知識持ってるわけじゃないわけですよ。だから皆さん、このウェブのことをお願いする方々は、もっとこの全体像を見て、このウェブとかデジタルとかってどんなものかということを俯瞰してみる力が必要だということは言えると思っています。でね、
この辺の話になってくると、どうしても DX なんて話になってくるわけです。デジタルトランスフォーメーション、略して DX と呼ばれますね。で、確かにこの DX ってことは、単純にウェブとかデジタルを使いましょうじゃダメで、もっとですね、事業の戦略から考え方からそもそも変えなきゃいけないっていうことはあるはあるんですけども、でもね、なんかこう、今は DX の話に関しては、労力とコストが強調されすぎちゃってて、なんかこう、振りかぶりがなんか大きすぎるんですよね。なんかこう、そもそも経営者が変わらなきゃいけないって、まあ変わらなきゃいけないんだけども、でも、なんだろう。だから大変なコストがかかる。大変な労力がかかるなんてことが中心になってきてて、これでその中小企業は、どんどんなんか DX とかデジタルってなんかこう、距離感を感じてしまっているんじゃないかなということを僕は強く感じてます。で、そういう話じゃないんですよね。大事なことはですね、デジタルでできるってことが大事なんです。今までアナログでやったことを一生懸命デジタルに変えなきゃいけなかったんだけど、これからはアナログでやってることをデジタルだった方が簡単だし安くて楽なんですよ。このことですね、もっと中小企業の方理解して、例えば白船みたいなものを使うとですね、そういう意味じゃ非常に簡単にこの効果ができるわけです。そのように今までできなかったことできてることをですね、もっとですね、特に地方の中小企業の方々には知っていただく必要があって、それでこの沖縄 DX ってテーマでやってきたわけです。今まで6回やってきました。それこそ最初の時はね、今でも忘れない、ロックダウンになった時ですね。いきなりやろうと思った会社がなくなっちゃったっていうですね。その中ででも、これは沖縄の方々にこういう時期だからこそ伝えるべき大事な話だということで、開催をさせてもらって、Google マイビジネスを無料で使って、そこで出前ができますよとか、あるいはお店はここにありますよということでは、オープン時間とかを紹介しましょうみたいなことをしました。で、これから6回やってきて、まあ、我々としても、沖縄皆様、そして今日聞いて皆様に、このデジタルでいろいろできるんだってことをお伝えできたんじゃないかと思います。一瞬だけすみません。ちょっと、画面、これって聞いてないんでしたっけ？これ見て変だ。あじゃあ、ずらします、ね。この辺に置きます。はい。はい、デジタルでできるってことが見えながら、デジタルできる、はい、デジタルでできるということが大事だということをお伝えしたかったんで、この6回やってきました。で、これをですね、私たちはこの DX って言葉がなんかこう、なんでしょうね、経営戦略から全部変えなきゃいけないっていう、本当に正しいことであるけども、もうちょっとイージーでライバルにしたいってことで、これは山口さんと八木さんがですね、沖縄で考えた言葉です。デジタルにしようってね。つまりデジタルを利用できるように、エイブルですね。そしてそれを通してですね、サステナブルな企業とか社会を作っていくために、このデジタルを活用しましょうというね、本当はベジタブルっていうイメージもあるんですけど、まあ、それはいいとしてですね、まあ、この2つの意味でデジタブルなんて言葉を私たちは使ってですね、もっと皆様にデジタルを使ってできるようになってほしいと思っています。だから私たちはこれからデジタブルという活動を沖縄でこの6回の経験をもとに、より強化していこうと思ってます。やろうと思っていることは3つあります。1つはですね、まずはですね、我々このウェブサイトとかね、広告とかのできたものを提供するってことじゃなくて、自分でもできるみたいな、私でもできるんだっていうね、こういう可能性をですね、自分が体験できるという経験こそ共有するべきで、先ほどの商品なんか使うとですね、要は専門家も当然必要です。キャッチコピーとかも相談すべきでしょう。でも自分で広告の最適化できるわけです。ですよね、できますよね。あとは広告文どうしようかってところでプロがお手伝いして、もっとできるを提供するなんてこと、これがやりたいことですよね、の一つ。そしてですね、私たちが提供するものはホームページとかね、あるいはFacebook ページとかじゃなくてですね、事業ですよね。つまりデジタルであなたの企業の事業を展開していくとしたら、こういうふうになってきますよねってことを、受発注からコミュニケーションから納品までですね、こういうところをどうデジタルにするかってことをですね、私たちは提供するということが、これからやるべきデジタルなサービスだと思っていますと。そしてですね、最後にですね、私たちが変えたいのはウェブではないよと。ウェブとかアプリとか、そういうところを変えたいんじゃなくて、デジタルでできるという社会にしていきたいと。例えば、ペライチみたいなものをですね、使っていったり、あるいはジンズを使っていったり、あるいは今日はまあ、白船みたいなのを使ったり、LINE を使ったりして、それぞれの事業をですね、もうウェブで簡単に探せるにしましょうとか、お客様とコミュニケーションをデジタルにしましょうみたいなことを、もう町内会全部でやるみたいな、商店街全部でやるみたいな、そうやってですね、もうこの商店街全部もページ持ってるよと、全部 LINE でコミュニケーション取ってるよというふうにしていくような、社会を変えるようなことをやっていきたいんで、我々ここで
この DX セミナーも沖縄では0円でやってますけども、こんな感じで別にそこで細かいお金が欲しいわけじゃないんです。大事なことはまずはその最初の一歩を乗り越えてもらってですね、より活用しようって時にプロに相談できるってね、ここに僕らが本来プロとして仕事を貢献すべきところがあって、この社会を変えていくなんてことを僕らがやっていきたいと思っています。はい、私がね、これも社会説ですけどもね、まあ、やってきたことはね、私福島出身ですけどね、水道が引けなくて2000万円必要だっていうね、ブラックがあったんですけどね、そこを僕らがジンドゥで、ホームページを作ってですね、募金活動してですね、で、2000万のうち、7割ぐらいが集めたんですね。これ僕じゃないです、寺岡さんっていうマスターの方だったんですけどね、で残り足りない部分はですね、ボランティア40人集めてみんなで穴掘ってですね、水道が引いたんですね。こんなん1日の取材できたわけですよ。でこれは高塚さん ご出身の佐賀のですね、有田町のですね、有田駅のですね、有名な有田町の題材にしたですね、マーケティングを子どもが学ぶのゲームを作ったんですね。ちょうどこのロックダウンになって有田市がデジタルに変わった時にですね、僕らもこのゲームを展開してですね、これで少しでもこの有田デジタルオンライン有田陶器市を紹介しようということだったりとかしました。あとこれ私が今後やろうとしてね、福島地元でですね、震災後10年間もう誰も来なかったお堂があってですね、これをですね、今クラファン使ってですね、町おこしていくなんてどうかなと思ってまして、震災後最近2月に大地震があったんですよ。そこでですね、なぜかこのお堂の実は湧き水が出たんですけど、10年間止まったら復活したんですよ。でこれをですね、ちょっとお坊さんと一緒に何とかしようなんてことやったりとか、何が言いたいかって言うと、僕たちが変えられることは別にウェブだったわけじゃないわけですよ。ウェブを通してデジタルを通して未来を変えられるわけです。だから僕たちがですね、このウェブとかマーケティングとかを使ってですね、どんどん社会を良くしていく、若者に未来を作っていくなんてことをどんどんしていけばいいなと思っていて、皆さんもできることたくさんあるんじゃないかなと思っています。だからね、ウェブ解析協会としてはこのデジタブルという言葉をですね、八木さんと山口さんがですね、沖縄で生んだこの言葉をですね、今度はどんどん日本中そして世界中に広げていこうと思っています。ぜひみんながですね、デジタルを使ってできるというですね、喜びどころですね、一人でも多く上げていけるような、そんなことができればと思っています。